足の速さだ。まあいいか。さら事件の立件そのものは。っておい！あれ？もしかして勝手に逃がしたらまずかったのか？だってみんな窮屈そうだったから。なんてことを。わざとでしょ？まあな。でも逃がしたのは帰りたくないって連中だけだからな。人間を襲わないって約束もさせたからね。で、結局のところ、ま、うん、てっきり捕まってる。まったく、一体どこ行っちまったんだよ、あいつ。むい、むいむい。ちょっと親方、どうかしたの？そんなに慌てて。むい、むい。ベトベトしたの取ってください。
マルル。じゃあ、私が見たあのふわふわした光の正体は？はい、マルルだったのですよ。まったく心配かけさせやがって。ヤンチャさん、ワンワンさん、ごめんなさい。だけど、どうして親方は今までマルルのことに気づかなかったのかな？親方さんはマルルをかばってくれてたので、人間に見つかったら大変だからって、ご飯も半分こして分けてくれたので。そうだったの。親方いいとこあるじゃん。でもどうしてこんなところにいたの、マルル？あんまりこの畑が素敵な場所だったから、つい。確かにこの畑は大地の豊かな息吹に満ちているからな。植物の妖精がつい引き寄せられたのにうなずける。うん、そうかも。なんだか懐かしい感じがするもの。ま、一件落着ということですかね。あ、いやいやいや、それならマルル、お鍋がいいですよ。僕たちの島のしきたりなんだよ。いいことがあった時にはみんなの絆がもっと深まるようにってな。おお、実に素敵なしきたりではないか。お野菜はもちろん、うちの畑のでね。おお、
何じゃこの、うっ、アロエリ、アロエリなのか。私たちもいますわよ。リビエ、さよう。しかしよく無事でいてくれたものだ。あの人たちのおかげで。ではセイロ、あの男が言っていた娘という。ああ、その通りだ。信用し頼りに値する人物だったぞ。そうか。シャウ、ちょって、本当に逃げた。ま、待て。追う必要はない。しかし連中は悟ったのだ。見つかりが全員揃ったこの時点で自分たちだけでは勝ち目がなくなったという。それじゃ。ああ、安心しろアロエ。最後の遺産である守護竜の瞳は無事に守り抜いた。さあ、新たな守護竜よ。一刻も早く継承の儀式を行いましょう。早くこちらへ。守護竜だ。少しばかり請求すぎたようだな。無理もないですわ。こうもトントン拍子に行くとは私も思っていませんでしたもの。心の準備をする時間だって。だよね。ならばここは一つ一旦宿に戻るのがよろしいのでは。敵が追撃を諦めたのなら時間の余裕もあるでしょうし、構いませんよね。ああ、構わん。少しばかり俺も焦っていたようだ。お詫びいたします。あ、そうするように。聞いてませんわよ。そう怒るなリビ。先代の最後を見届けた。恨んではおらん。お前の父の持つマーキーでなければ、むしろ感謝。はいはい、皆さん難しいお顔はその辺にして。おちびさん、ずっとしょんぼりしたままじゃないですか。お心遣い感謝。守りの結界が、まさか。ミルリーフを中心にして急いでエンジン。しくしょう。心配は無用です。主、密会の長の名にかけて俺が。そう、キャリア。ちょっと信玄、何やってんのよ。クラウレさんは果たして本…先ほどの戦いぶり、まるで約束組手のように。それにこの方が宿に入ろうとした途端に、となれば疑ってかかるの。バカな、セルファン族の誇り高き戦士を。ならば今すぐに周囲の様子を調べてみれば。あたりに敵がおらず、それでもなお反…答えは明白。そうだな兄者。油断させてから目的を。まさか守りの結果。いささか慢心していたようだ。さあ守護竜殿よ。さあこっちへ。その首。兄者。待て、アロエリ。一体何がどうなったのか分かりませんわよ。確実に言えるか、クラウド。そんな、とにかく二人を追いかけないと。放っておくわけにはいかないよ。嘘だ。嘘ではない。
彼らはそのために我らの望みを受け入れてさえ最悪を招いたのは。嘘だー！ベア、みんな、やはり追ってきたか。どういうつもりだ。見つかりの長として誰よりも先代、なぜそれを。ねえクラウレ、弱みを握られたとか。残念ながら俺は自分の意思で行動し、こうす後悔も迷いもない。出てこい。どうやらこれで発見。ああ間違いなく嘘だ。貴様に言われなくとも。シャオ！